はい、本日はですね、アウトドアショップに服買いに行ってみたという動画をね撮りたいなと思います。相変わらずカメラマンはうちの嫁にやってもらってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、先ほどピンマイクつけとってね、いやこんな恥ずかしいよ嫌だなって言ってたけど、それが仕事なんだやりなさい気持ちね、はい、分かりましたかいいですか、うんうん、はい、ということでね、じゃあショップだからもう先に買い物さっと行きたいなと思いますが、はい、ここがですね福井県のザ・ゲートっていう、実は1年ちょっと前に来たことある場所なんですけども、そこに再来ということでね、また金髪のアイスが来たぞと思われながらもちょっと買い物していきたいなと思いますので行きましょう。はい、とまあこんな感じで、左がギアで、当時は多分キャンプやってなかったから全然わからんかったよな、うん、確かに。何が何かで、こっちが服やから、まず服から見ていこうか。はい、めちゃくちゃ量あるもんな。確かに、ゴアテックスとかね、子供用のやつとかね、まだ可愛い。で、パタゴニアパタゴニアここに集まってて、はいはい、でノースフェイスとか、うん、あとグリップスワニーとか、これキャンプやってたら分かったな。あ、なんか前までわからなかったけど、あれえ、なんか上、帽子なんかね、焚き火の帽子やろな。ほうほう、なんかの、そうですね、焚き火キャップと言ってですね、へえ、これがあることで、あの火の粉が飛んできてもね、大丈夫なんだよと、うん、いいじゃんということで、うん、めっちゃいいじゃんそれ。これまあ似合ってないけど、え、似合ってるよ。似合ってるの、うん、まあでもキャンプ用として、うん、まずじゃあこれでお決まりということで、いいですか。あ、決まったんだ。それ私も使っていいの？ちょっと一回かぶってみる。そうね、鏡、うん、見てみて、うん、似合わないかもしれんしな。あ、可愛いじゃん。ありですか。ヒール長いし。あ、よかったじゃん。こうクッションついてないよ、つばんとこ。なんで？わかんない。え、これ可愛いじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここノースフェイスのゴーテックスもあるよ。あら、俺そろそろランニングしようかなと思ってんねん。ランニング？太ってるから。ああ、なんかすごいちっちゃく見える帽子。こういうね、あの頭長いからね、サイズ合わないんですよ帽子がね残念。そしてですね、いろいろ見ていきましょう。まずこの辺から見ていこうか、うん、グリップスワニーはキャンプ系ですよね。で、ショーツ、ショーツはな、ちょっと今回いっぱい買ったやんか、うん、買ってた。今年も買ってもたからもういいかなと思ってるんやけど。確かに、これも今年の色ですね。これも定番のね、デイパックですよね。へー、帽子いっぱいカラーあるんだね。うん、かわいらしい。あら、まあ赤ちゃんじゃんハリピンやん、やだな。でこういうのがな、アウトドアの時ってさ、うん、なんか今日帽子ばっかり見てるな。紐付き欲しいんだよねどうした、あのカウボーイみたい。でこの辺にレインコートとかあるんかな、うんうん、でこの辺ゴールドウィンのアイテムで、はいはい、これはシャツやね。これなんやろ、綺麗な色。ビーフリージャケット、ちょっと分からへんな。いっぱいあるね。これなくなったやつや。あ、本当だ、私が落としたやつ。紛失したやつ、うん、エコバッグね、まあ、うん、エコバッグも結構早い段階なくなったよな。うん、速攻なくなった。何回も使ってないもんな。うん、紫のやつだよね。そう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 、紫じゃない、黒。黒、うん、もうそれすらも覚えてないやんなくしてるからまあ片足あるものいつかなくなるからな。そうだね、あまり離れると向こうにやばいやばい、ありますのでね。はい、君モザイクいつ外してくれんのってみんなに聞かれるけど、どうする？絶対外さない。なんでですか？嫌だよ。嫌なの？嫌だよ。そっか。でこの辺レディースやけど、見んでいいか君は。まあいつも普通の服いっぱい買ってもらってるからね本当に。そう、買ってないよ、俺自分だけ買ってるから。え、違う違う、私服とかさ、私服ってか、うん、え、買ってもらうのは全然買ってもらうよ。私パンツ欲しいもん。え、パンツ、パンツ長いやつ。もう今ノースのあれしかないからさ。あ、ほんでまたそれサードチャンネルとかで喋んの？喋りますお願いするときだけ敬語になりますブリーフィングとかね。あ、なんか聞いたことあるね。バックだよね。バック、うん、これ出たやつやな、新しくノースですから。ふーん、なんかな、春のポップアップの時にも着てはる人おった。へえ、東京ポップアップ、うん、開催した時にもこれ着てる人おったな。さすが。なんかその染色してないから環境にいいね、うん、染色ってめっちゃ水使うねんか、うん、それしてないから環境にいいっていうことで。グラミチのショーツもあるね、ここに。グラミチも俺履かんくなったもんな結局。確かに、日光ぐらいあったよね、紺色と黄色みたいな。
そうそう、困難と困難とみたいな。そうそうそう、あら全部紹介してくれてるのこの T シャツ。紹介 T シャツ。でも可愛いけどな。可愛いね。グラミーちゃろそこは。うん。でここはね、うん、よくわからない。でここミステリーランチなんですよ。このリュックあんの知ってる？オフィスに。何があるか知らんわな、それ。似たようなやついっぱいあるし。何なんだか。一通りまで服見たんかな。見た？うん。キッズもこんだけあるね。ちょっと待てよ。これっていうなんか買うやつがなかったな今。買ってみたよ。レディース見る？え？レディース見る？レディース、じゃあ最後にレディース見よう。次パタゴニア見よう。こちらがレディースのバギーズショーツになってるのかもしれません。少しだけが短めになってるの。突然商品紹介になった。なのでまず入り口でパタゴニアを楽しんでいただいて、はい、パタゴニアってこれオーガニックコットンっていうコットン使ってんねん。オーガニックって聞くとめっちゃ体にいい感じせん、うん、なんかオーガニックオイルとか、うん、いい感じするからみんなめっちゃ着心地いいって言うんやけど、うん、これ着心地関係ないね実はな。思わせてよ。え？思わせて。思わせてというか、うん、別にそれは環境に配慮はしてるけど着心地はただ細いからいいだけで、うん、それはな実はちょっとちゃうかったですねけど、うん、まあまたそれはどっかで喋ろう、うん、ここで喋ったら2時間ぐらい俺喋っちゃうからさ。もうそんなのもう帰るわ。うん、帰られたら困るからね。でこれキーンもあるよね。うんうん。あ、吸ってくれるから。あるもん。えらい揺れるからさ。ブランコ状態。そしてこれ全てパタゴニアでございます。すごいね、パタゴニアのおちらね。うん、こちらですね、パタゴニアのバギーズは、プラスチック製の、リサイクルを使用している素材となっておりますということで、プラスチックということで、おそらくポリエステルでございましょう。ナイロンではございません。たまにこれナイロンっていう人なんやけど、いやポリエステルですよということなんですけどね。本当に大丈夫？そんなって言っといて。ポリエステル入ってない？いやポリエステルのはずよ、ナイロンじゃないよ。わからない、書いてない、見つけなかった。まあまあまあこんな感じでね、要所要所に鏡がありますので気をつけてくださいね、はい、あ、これ去年のモデルやから安くなってる。 20% オフでやったじゃん。これは紫とかさ、ピンクとかさ、うんうん、あ、これもさ、あ、去年のやつが家にあるよね。あるあるある。あら、マンゴーも、マンゴーもある。いいじゃない。こちらがですね、サイズ XS、 女子履けるな、うん、奥様に。これちょっと男性の方気をつけてください。あらま、同じバギーズやと思って、ね、こんにちはしちゃうね。そうなんですよ、それはちょっとダメなんで。確かに見たくないな。嫌ですよね、うん、捕まっちゃう。これフーディーニだ、まあ、似てるから分からないのけど、うん、軽いジャケットでさ、うん、こういうさらっと羽織れる中でノースエースとかアークテリクスよりも軽いな。そういや前アークテリクス触ったよな。その代わり違うブランド入ってるのか、なんかとかな。まあ、ここら辺にあった気がする。なんか違ったっけ。よし、キャンプ見よう。はい、どうですか。あ、包まれてる。いいじゃん。いや、ありがとうございます。ちょっとキャンプやってる目線からしてさ、何がいるかっていうのをちょっと見ていこうよ。うん、焚き火台とかはもうあるからいっか。うん、いらない ね。椅子も今のところあるからいっか。いらないね。じゃあ何がいるんだ。ね、あれ欲しいな、調味料。調味料ね、マスタード欲しい。それはキャンプとかじゃなくて家で食べる用の。あ、うちと一緒。あらま、スノーピークですね。こんにちは。すごいちっちゃい椅子あるね。うん、あ、キッズ用かしら。かわいい。これ火系やね。うーん、火系のやつは、うん、まあ、特にいらんや、うん、クッカーとかはなんか鍋、うん、いつかこういうのね、このなんていうの、本格的なやつな。そうそうそう、こういうの欲しいけど、なんだかんだキャンプ用品も揃ってるっちゃ揃ってるからな。うん、もうここで寝袋買うから、こうなったらほらほら、こういうやつ、こういうやつ探していこうぜ、どんどん。こういうやつ欲しいな。ああ、いいよ、何なんか好きなチョイス選んで、オフィス何でもいいから、そんな後でいい。うん、今選んどいて。あ、今、うん、ここだけかな。ここだけっぽいね。じゃあまた適当にこれを、スプーンを2個、フォーク1個しかなかったな。みんなのフォークも2つ、お揃いで1、2、出た。あれどこ行った、やった。あれ調味料って言ったのどこやったっけ。あ、そこそこ。あ、はいはい、それが一番テンション上がるんじゃん、君は。うん、そしてじゃあ見てください、調味料。あ、あとハンカチも可愛いな。 あ、じゃあちょっと大きいか。この前ハンカチ1個落としちゃったからさ、
あ、そうなんや、うん、何でも落とすな、エコバッグ類。確かに調味料どう？なかった、マスタード欲しいやつ。マスタードだけじゃなくてもさ、うん、なんか他のやつも入れっぱなしにしとくからさ、うん、なんか入れそうなやつあったら言ってよ、うん、ない？調味料あるもんな。これさ、パタゴニアのさ、ビールやんな、うん、俺一回キューちゃんにもらったことあるけどさ、ほら、あー、ほんと飲んだね、うん、それ買っといたら。そうか、一緒買っとくか。うん、もし買ってないやらかい。一種類ずつね、うん、味ちゃうねーやなんや言いながらさ、うん。そんなところにここはあの自分の基地にして、ね、勝手に。じゃあ服戻るか、レディース行くか。ん？レディース行くか。ちょっと俺もう一回メンズもう一周見るわ。なんていうか聞こえなかったけど、なんかそこでこう見えてくるものがあるかもしれない。確かに。あ、これさ、バーサタイルショーツやねんけどさ、うん、今年さ、これ買ったやん、こっちの色味。へえ、覚えてない。え、どこだ、オレンジね。あ、ほんと覚えてますよね。全然覚えてへんからさ。自分のことしか覚えてへんからさ。もうなんかいっぱい以上ないぞ。覚えてないな、秋もないな。服なんてさ、もう死ぬほどあるからさ。そうか、秋もできんよ。ごめんごめん。で、一回ちょっとそういうのいろいろ全部見てみてさ、うん、でもそれでもう何にもないってなったらさ、うん、次君に託すわ。うん、託して、任せて。帽子色違いだね。もう一つあのベージュの方はどう？左向いて。似合うよ、その色も。うん、まあ、これお揃いにするってこと？うん、まあ、キャンプの時ね、頭燃えんように。うん、これ焚き火やから燃えへんからさ。うん、ちょっと申し訳ないんですけども、もうゆっくり見なせ。僕はね、一旦これでフィニッシュです。もうない。いっぱいあるもんね、君。はい、僕はもうちょっとないかもしれません。ありすぎなんだよ。よし、ここでしょ。俺ない、ほんまにないわ。マジでもう持ってるね、全部。よし、どうぞ。はい、じゃあない、いきます。私のターン。今シーズンのやつ買っちゃったからさ。確かに生き生きしてるね。ついに来た、私のターン。え、どこレディース？そこやろ、どう見ても。アイディアパンツ、アイデンパンツだった。あ、オークだ。へえ。俺も今アーク履いてんの、実は。なんか足長いし、思ったちょっとなんか汚れてる。足長くない？これこんなもん。すごいな、一回履いてみたら。これサイズ4って何ですか？ L か。大きいか。でも M ぐらい。でもさ、お尻大きいからさ。そうだ。なんか L でもいけそうな。あ、いいやん、それで一回履いてみてサイズ見れるやん。確かに。はい、お客様、いかがでしょうか？両方とも入る。あ、入った？はいはいはい。あ、ここペチャペチャになっちゃった。あ、終わった？これ S。 へえ、それアークのやつ？うん、どう？ちょっとブリってる？ちょっとブリってる、ちょっとそれ映さないでね、恥ずかしい。モザイクやね、モザイクかけて。全画面モザイクだな。これ S。 だいぶあれか。これちなみに1個見つけました。ノースフェイスの方で、うん、なんかこう細めっぽいようなパンツ1点だけありました。じゃあそれも履いてみます。これ M サイズです、こちら。あ、ちょっと履いてみます。はい。L。 ちなみにお一人様3点以内の持ち込みになってますので。あ、分かりました。ギリですね。これちょっと見てね、うん、S こんな感じ。はいはい、皆さん目に焼き付けてください。でもサイズブリブリしてるのね。失礼します。はい、ちょっとちょっと、どんなんが他あるかななんて言うたりはしてるんですけども、ね、これどうしようとか。あれ、たっくん？あ、ごめんなさい。あ、出てきた。あれ、いいね。あ、ちょっと早く。はいはい、ごめんごめん。いつも呼ばれるんですよね、早くって。これ L ちょっと大きい。大きいか。大きくない？ちょっと。はいはい。なんでそんな毎回遠く行くの？なんで？なんでそんな毎回遠く行くの？遠く行ってんじゃねえよ。俺もさ、他のなんかあるかなと思ったけど。でかい。あ、ちょっと大きいんか。ちょっときつい？しゃがんだりしたら。そんなことない？あの、ぴったしすぎかなと思って。ちょっとお尻プリプリかなと思って。そっか。きついとかじゃなくて、うん、もうちょっと。まあ、きついとかじゃなくてね。うん。
かえり、どうやった？これどっから持ってきたの？あ、それね、そこにかかってたやつやから。これさ、良さそうなやつさ、ちょっと見つけちゃったわ。本当、良かったじゃん。あ、見落としてた。あら、良かったね。ってことはもう君なしっていうことですね。あ、今回はそういう感じ。まだ見てないんだけど、ね、もう時間がない、多分そんなにないと思う。あ、本当、ちょっと待って。アークテリクスのね、パンツでね、あのさっき履いてたやつで M とかでもないですよね。出てる分しかないかなと思うんですけど、見てみます。あ、ごめんなさい、急ぎ急ぎ。これなんかのシェルが出とって。へえ。これはね、うん、紹介しときたいよね。ちょっとでかいな。でかいな。 M かある。うん、カーキは M やから、ちょっと M 着てみましょう。うん、それとなんかダウン似てるね、色と思うやんか、うん、これ実はダウンジャケットの渡ないバージョン。あ、実は一緒やんけ。じゃん、生地も一緒やねん。へえ。で、それのマウンテンパーカーが出てん。へえ。あ、M や。 M だ。うん、完全に M。 完全に M だ。どう見ても M や。うん、誰が見てもかっこいい。しかもそのやっぱりすごい決めるじゃん。あ、かびっくりした。遠くの自分の顔見てこうやって決めてる、うん、キモいやつやん。よし、 M で。はい、ちょっとこれ持っといてもらっていい？はい、もう一個でジャケット見せて。ああ、よかったじゃない。薄、そうそう、薄く羽織るやつやんけど、すごい透けてたもん、そちらが。あ、そうなんや。うん、このほんまにサッと羽織れる系のやつの、うん、新しいやつと思う、多分。見たことないから。で、これもで、はい、以上、僕の買い物終わり。君は？ん？君は？見る？君見てないから。見とかないと。見ます。早いな。あ、すっごい。ここ、女子ここだもんね。うん、かわいいけど、ちょっと違う。恥ずかしい。恥ずかしいよ、もう出せないよ、こんな足。たくん、これなんだろう。なん、スワローテールドレスシャツだって。スワローテール系もいいんだよな。一つ残念なお知らせがあります。ん？時刻、例えば10時38分ということで、はい、残り、約20分しかありません。パタゴニア見る？うん、うん、あとノースのハットもいいな。あ、ハットね。うん、帽子よくかぶりはるもんね、昨日。うん、あ、好きな形。うん、ほら、こっちの方がかわいい。うん、なんかどう、ちょっと、あ、かわいい、この色似合うかってない？どう？うん、かわいいね。新しいな。いつも黒ばっかりやから、うん。え、これかわいい。それにする？これめっちゃかわいくない？うん。S か、もっと大きい方がいいな。あ、そうか。ゆとり欲しい。頭はちっちゃいんやけど。ん？ちっちゃいんやけど、サイズはちっちゃいんやけど、もうまあまあまあ、ゆとり持ってない。ゆとり。あ、これ L。大きいくない？横が大きいか。大きいな。大変だな、女の買い物は。うまいで。顔出ししたくないって言って全面的に出てるしやな。出るんやったら出さんかい。あ、 M いいじゃん。あ、 M ですね。どうですか、いいんちゃう。これだったらさ、自転車乗る時とかさ、確かに飛ばへん。ここさ、ギュッて締めてあげたら、こうやってやったら幼稚園児みたいだけど、いいじゃんこれ。ちょっとメッシュついてるし、うん、これいいじゃん。これめっちゃ可愛い。熱くなったりしたらね、それかぶっといていいし。確かに、よかった。すごい可愛かったね。うん、あのさ、タックのさ、汚しちゃった。 T シャツとか見るんかな。 T シャツはもういっぱいあるもん。あるか。いらない、もう入んなくなっちゃう。何かを捨てないといけなくなっちゃう。これのさ、S サイズってあるかな。なるほど、バーサタイルのね。うん、あ、もう試着していいですか。すいません。どう、そんな感じだった。もうちょっと深くてもいい。めっちゃ乾きも早いで、うん、ね、これいいよね。でも持ってこうか。うん、うん、これ可愛いですよね。こちらですね、M サイズがラスト1点で。ありがとうございます。はい、良ければ入っていただければ。はい、ありがとうございます。いい、すいません。いい。あ、これどうですかね。 S かな。 S ですかね。でかすぎない。ちょっと足短いからダブってますね。だいぶ、ね、ちょっとこれは足ほんまにもう30センチぐらいしかない。やばくない、これ。 S ですね。S ですね、はい、すいません。
がとうございます。合計で77,560円。はい、はい、お願いします。はい、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。はい、ということでね、無事購入できました。これ多分おそらく今サムネになってると思うから、もうちょっと引きでもいい、もっとなんか盛り上がって、イエーイとかさ。あ、足は映せないんだ、ごめんね。かわいいかわいい。はい、無事購入できてよかったなと思います。なんかよう見たらいろいろあったから、うんうん、最初はなんかはもう全部買ってるやつやなと思ったけど、よう見たらいろいろあって、あのナンガンのジャケットとかもあったし、ね、またレビューしたいなと思うので楽しみにしておいてください。あなた買いましたね、なんか。はい、なんかいっぱい買っちゃった。ありがとうございます。またサードチャンネルでね、はい、レビューしてくださいね。はい、ありがとうございます。じゃないとタグ切りません。あ、すぐ、わせません。すぐ撮ります。はい、はい、はい、ということでね、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。